何これ？注意書きね。なんで今更こんなもの作ってんだよ。うちは何年もずっと同じようにやってるけど、初見の方なんかは違和感があるみたいなのね。未だに、マリサの一人称は私です。って書き込みもあったりするし。随分前にオープニングでその論争やったね。俺マリサ、って何か問題でも、って強引に片付けてたけど。いいじゃん別に。他のゆっくりが本家設定でやってる人が多いんじゃないかな。それに比べると本家に対するリスペクトがないとか言われるし、気にするな、すぐ慣れる。前もそう言ってたね。だが、前より罵声は減ったぞ。当時は死ねとかバカとかアンチで溢れ返ってたからな。そういえばそうね。アンチさえも寄りつかなくなっただけじゃないの。そうかもね。俺らの知ってる解説系で東方愛を感じるチャンネルって、格闘技漫画のバチ解説をやってる、上海チャンネルさんくらいなもんだぞ。うちも仲良くさせていただいてるもんね。まあ、窓かマギカに浮気もしてるが。そうなんだ。そこはいいんじゃないの。本家で思い出したのだが。スマホのゲームで、東方ロストワードをずっとやっててな。最初の頃フィグアのプレゼント企画があったんだが、その配布が先月の末にあったわけだ。霊夢、妖夢、そしてキリサメマリサ様のどれが来るかはランダムだったんだが。キリサメマリサ様、あんたのその露骨なまでのエコひいきは何なの？送られてきたのはなんと、そのキリサメマリサ様だったのだ。へぇー。おいおいおい、もっと感動しろよ。ご神体だぞ。ご神体って何？神が宿るものだ。そういった意味でもキリサメマリサ様のフィグアは最高だと思うのだが。何の神が宿ってんの？モフ神様だぜ。はい、意味あり。モフモフを司る神が宿るフィグアならコンパク用務でしょ。え、そこなの？生意気なやつめ。どっちか。ボス、それ、怖いフィギュアやな。おう、キャサリン、お前なかなかわかってるやないかい。少しボスに似てるな。それはすげえ美人ということか。そうはっきり言われるとちょっと照れるぜ。どうしてそんなに都合よく物事を考えれるの？最悪ね。これは、東方プロジェクトの魔法使いさんやな。お、知ってんのか。ボスに似てるとか、ちょっとかわいそう。まあ、性格が似てないなら、なんとかセーフやけどな。おい、そこは逆だぞ。性格美人さんでもある俺にそっくりなら嬉しさに震えるところだぜ。ねえ、聞いた？性格美人さんだって。あ、やっぱり聞き間違いじゃなかったんだ。まさか本人の口からそんなセリフが出るなんて信じられなかったもんだからさ。わかる。普通自分で言わないもんね。誰も言ってくれないから自分で言うしかないんじゃない？おいおいおい、お前ら嫉妬とかみっともないぜ。ボス大丈夫か？熱でもあるん？熱はないぞ。なんでだ？自分のこと性格美人言うてたから、幻覚が見えてるのかと。ナイスキャサリン。てめえら覚えてろよ。こんにちは霊夢です。こんにちはマリサです。こんにちは妖夢です。ふわっふわだ。まるで生クリームのごときふわふわ感だな。どう見ても普通の毛じゃん。生クリームじゃないと思うけど。あんなこと言ってるよ。まあ相変わらず貧相な感受性でいらっしゃる。見た瞬間にモフモフモフってしたくならないか。いえ全く話にならんな。とりあえず禁錮5年で勘弁してやる。なんでよ。普通なら無期懲役だからね。あんたらバカじゃないの。感受性のない奴にバカ呼ばわりされたくはないぜ。全くだわ。はいはい。で今回は何やるの？今回はぼっち特集ね。なんだそれ。ウェブリオ辞典によると、ぼっち、一人ぼっちの訳、友人がいない、交友関係がない、孤独な身の上といった意味でインターネット上などで用いられる表現。ぼっちの意味はわかるけど、それを特集ってどういうこと？もうすぐクリスマスだからさ、なんか寂しさを感じてる人もいると思うわけよ。でもぼっちにはぼっちの楽しみ方っていうのがあると思うのね。そうかな。仲間と一緒の方が楽しいじゃん。お黙り。ぼっちを楽しむのが今回のテーマなんだから空気読んで合わせなさいよ。なんて理不尽な。お前言ってることむちゃくちゃだぞ。ということで、今回はぼっちを全力で楽しむための特集ね。ゆっくり系でこんな変な特集やってるのうちだけだと思うよ。そうだよな。他みたいに人気がある企業や職や武器、歴史なんかをやろうぜ。あんた、そんな話題に興味あんの？全くない。解説を聞いてると眠くなるしな。最悪ね。ただ、他の解説系マリサはメインでずっと話をしてるじゃないか。あんたが歴史の解説とかできるならずっと喋っていいけど、できるわけねえじゃん。はい。眠くなるって言ってるだろ。自分の興味ないものは話してても眠くなるんだ。じゃあ、なんでそれをやりたいと？ちょっと羨ましかったから言ってみただけだ。はいはい。ぼっちを別名、ソロ活、と言って、ぼっちの素晴らしさを啓蒙してるプロもいるほど。ソロ活って、バンドのボーカリストか。ぼっちの利点はたくさんあって、なんといっても他人と関わる煩わしさがないこと。例えば仲間内と旅行に行ったとして、意見が合わない時にストレスになるし、行動が制限されるのも辛いわね。でもぼっちは全てが自由。誰に合わせる必要もなく、思うままに行動できるしストレスを感じることがない。それはそうだが一人は寂しくないか。妖夢は無理かも。考え方や行動パターンが全て同じ人なんていないのよ。周りに気を使うような人なら結構しんどいと思うわ。そう考えると自由に生きれるっていいと思わない？考え方次第ってことね。そういうこと。で、まずはそのソロ活を満喫できるグッズを紹介しようと思うの。ソロ活のグッズってなんだよ。最初はこれ。参考、お一人様用着るこたつ。寒い冬、冷えがちな体。そんな時は自分専用の、お一人様用着るこたつ、で体をすっぽり包んで暖かく過ごしませんか。
というアイテムで、複数人で囲むようなこたつはいらないの。なんか電気毛布みたいね。確かに着る電気毛布っていうのもあって内容も変わんないけど、着るこたつの方がインパクトがあるじゃない。体は温かいとは思うが、心まで温まるかどうか。温まるに決まってんじゃない？無駄に場所を取らないので、そのあたりも大満足の一品ね。そうなんだ。でもこれをこたつっていうのはちょっと抵抗あるな。わかりました。そんなこたつフリークの願望を叶えるぼっち専用こたつはこれ。山前一人用こたつ3000セット、ぬくもりあん。手に入るのは自分だけのぬくもりと空間。ということで、こたつ、毛布、椅子の豪華3点セットで心も温まること間違いなし。これちょっといいな。欲しくなったでしょ。でも、お家にお友達が来ても入れないね。お一人様専用だからね。特別な空間なので、たとえ友人でも簡単に立ち入ってもらっては困るわ。特別な空間っていうのがかっこいいじゃん。そんな大げさなものでもないと思うけど。このお一人様用こたつもいろいろ出てるから、あなたのお気に入りのこたつを見つけてほしいわね。シャア専用こたつとかあったら即買いするけどな。自分で赤色に塗ってロゴ書けばシャア専用じゃん。お前シャア専用をバカにすんなよ。もしそういうのが出たら即完だぞ。そうかな。昔やったシャア専用特集での人気から言えば確かに売れるかも。うむ、分かってきたようだな。自分のことじゃないのになんでそんなに上からなんだろう。参考、卓上一人焼き肉プレート。高火力でさっと焼け、出来たて熱々が食べられるお一人様用ホットプレート。これさえあれば初心者にはハードルの高いとされる、ファミリー向け焼肉店でのぼっち焼肉から解放されるわ。さすがに焼肉は大勢で食べた方が良くない？バカね。例えば3人で焼肉に行って上ロースが1枚余ってたとする。でも追加するほどではないわけよ。ここでそれぞれに気を使ってなかなか食べれないという状況ができてしまう。食べたいならすぐに食べればいいじゃん。ずうずうしいと思われたくないじゃん。何言ってんだお前。それ、なんとなくわかる。お一人様ならそんな気遣いとか無用。食べ放題の焼肉屋さんで頼みすぎて、怒られないよう無理して食べることもしなくていい。その煩わしさをすべて解消してくれるのがこのグッズね。普通焼肉は気を使わないもんだぞ。他にも使えそうでこれちょっと欲しいかも。そして余ったお肉や野菜を入れるためのこれ。アストロ AI 小型ミニ冷蔵庫。さすがにこれは小さすぎじゃない？持ち運びが可能なので、あなたの食を支えるパートナーとして献身的にサポート。どんな場所でもあなたのぼっちライフを支えてくれるアイテムね。これって容量どれくらいだよ。4リッターね。普通の2ドアってどれくらいだ。130くらいじゃないかな。全然入んねえじゃん。おおほほ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 オールシーズン活躍できるボッチ必須のアイテムだわ。それ、ボッチは関係なくない。こいつ、またネタの方に走り始めたな。勘違いしてほしくないのは、ボッチ、おバカにしてるわけじゃないってこと。2035年には超独身時代がやってくるって知ってた。何それ。日本では、未婚率、離婚率が上昇傾向にあることや、高齢の独身者が増加することなどから、国立社会保障、人口問題研究所の推計で、2035年の生涯未婚率は男性 30%、女性 20%、有配偶率は男性 55.7%、女性 49.3% と、人口の約半分が独身となる。また、単身世帯も4割弱の、超ソロ社会、が到来する。マジか。そしてもっと勘違いをしてほしくないのは、孤独、と、孤立、は同じじゃないってこと。なるほど。寂しいことには変わりねえじゃん。孤独は自由意志で選択できるけど、孤立は周りの助けが必要になるわ。それに孤独が好きって人もたくさんいるからね。そんなにいないだろ。ずっと一人ってわけじゃないと思うけど、一人の時間が大事って人は多いわよ。子育てに忙しい主婦なんかは、一人になりたいってずっと思ってそう。自分の時間なんてなくなるからねー。で、そういう時代を見据えて、ぼっちライフを楽しんでいきましょう、というのが今回のコンセプトになるわ。なので勝手に、ネタに走り始めた、とか言わないように、相変わらず細かいやつだな。霊夢ちゃん、そういうところあるよね。防災、アウトドア一人用テント。これは30秒でできるアウトドアテントで、使い方もいろいろ。コンパクトにまとまるから持ち運びも簡単という優れもの。もっとテントらしい感じのものってないのか。テントって言ったらあの三角形の形を思い浮かべるもんね。まあ、その形のはたくさんあるけど、これがいいのは縦型になるっていうところね。なんで？これは非常時での簡易トイレになるから、おいおいおい、このテントの中でやったら後が大事じゃんよ。そのままするわけないでしょ。最悪ね。非常用の携帯トイレってあるでしょ。それとこのテントがあれば、人に見られることもなくどこでも出し放題ね。霊夢ちゃんに言い方。そうじゃなくても家の中でソロキャンとか、庭でソロキャン、近くの公園でソロキャンとか楽しみ方はたくさんあるわ。公園はやめた方がいいんじゃねえか。家の中でソロキャンって何？一人用キャンピングカー。これをキャンピングカーというかどうかはわからないけどね。三輪車。イタリア製の三輪ミニカーをベースに作られた一人用のキャンピングカーで、50cc のエンジンを搭載し、最高速度は60キロ出るということね。最近は軽トラックでキャンピングカーを作ってる動画とかも多いもんな。軽キャンパーは最近特に人気だよね。安くできるからだと思うけど、普通のキャンピングカーなら500万とか当たり前だしね。高いな。
これはドイツの車両なんだけど、キッチンもあるし、いいと思わない？値段は、66から93万円くらいらしいけど、輸入となるとどれくらいかかるかわからないわ。代理店とかあればいいんだけどね。これ、欲しいって人多いだろうね。バッファリーノ、っていうキャンピングカーで、これが日本で販売されたら人気になるかもね。こういうのんびり系のソロキャンもいいな。お一人様専用オフィス。イギリスで開発された一人専用オフィス、オフィスポット。照明、収納、電気、換気システム、エアコン、サイズやデザインなども用途に合わせてカスタマイズできる。そのお値段なんと14,950ポンド、約209万円。どうよ。どうよ、って言われてもな。200万も出してオフィスを買う気にならないもんね。これからは時代背景的に在宅ワークも増えると思うわけよ。ならばその場所を自己投資という意味で買うのもありなんじゃないかと。そういった仕事の人はいいかもしれないけど、外で働く人やお店や工場勤務の人なんかには不要ね。庭がなければ使えないしな。近くの公園とかに設置するとか。おいおいおい、捕まるよ。アホなのか。いや、冗談なんですけど。お一人様用炊飯マグ。もうこれは見たまんま。電子レンジでできる炊飯マグね。これ、ちょっとオシャレじゃない？プラスチックでできるやつもあるけど、なんか味気ないじゃない。これはデザインといい、出来上がり時間が短いのも最高。お一人様にはぜひ手に取っていただきたい商品ね。1号とか少なすぎて。そういう人向けの商品もあるけどね。あんまり食い意地を張ってると30アゴになるよ。てめえ、20アゴ前提で話すんなよ。マリサちゃんのことを思って言ってあげてるのに。じゃあその目はなんだ。まあまあ。こういったマグがあるなら、やはり温かいおかずも欲しくなる。そんなあなたにはこれ。電気天ぷら鍋ディープフライヤー。そして、自動で回る卓上無煙焼き鳥機、自家製焼き鳥メーカーズ。もう完璧な婦人ね。焼き鳥のこれいいな。でも自分で串刺しやらないといけないんだよ。それは面倒だな。ぼっちライフを満喫とはそういった時間も大事なのよ。頑張って串に突き刺した鳥や豚や牛たちが目の前でいい感じに焼かれてる。霊夢ちゃんいい方。出来上がった焼き鳥を頬張りながらビールを飲む。まさに至高の瞬間ね。これはいいんじゃないか。焼き鳥も出来合いのものを買ってくればいいわけだし。あ、それなら面倒じゃなくていいね。それって、この機械を使う意味なくない？で、サブメニューで出来たてのポテトフライを食べる。考えるだけでたまらんな。最近は健康志向かなんか知らんが、食に関する動画も多いじゃん。あれがダメ、これもダメ、それも体に悪いとか、確かにそうかもな。だが断る。俺はこれからも豚骨ラーメンとかポテチとかギトギトの焼きそばとか、体に悪そうなやつをメインで食ってやるぜ。わははははははは。少しは考えないと病気になるよ。病気になった時、もう食べれない後悔をするのは嫌なのだよ。普通はそこまで考えないと思うけど。あんたみたいにこってりしたものが好みの人もいるけど、あっさりとしたものを好む人もいると思うのね。そうなのか。そんな人にはこれ。山子、一人用角型湯豆腐セット、木炭専用。サワラを使った職人手作りの一品。温まった豆腐に優しく木の香りが移り、柔らかな味を堪能できる。当然これは大量生産品ではないので、時間もかかるし、金額もそれなりにするわ。これ欲しいけど、いくらすんの？約5万、4000円。おお、さすがにいい金額するな。職人の熟練の技が詰まった商品、これを高いと見るか、安いと見るかは人によるわね。家にあったらかっこいいけどな。汁次々と、炭専用っていうのもポイントね。こだわり感がすげえな。てか、湯豆腐もいいな。あんた食べ物なら何でもいいんじゃないの。とりあえず好き嫌いはないぞ。ゴキブリとあんたは世界が滅んでも生き残れる気がするわ。霊夢ちゃん辛辣。今年のクリスマスの予定で誰と過ごすか、という調査で、全体の6割以上、65.3% が、パートナー、配偶者、恋人などと過ごす予定であり、続いて、子供、36.5% という結果だったんだけど、一人で過ごす、という回答について見ると 20.4% で、男女合計で見ると20代の約4人に1人、25.8% が、一人で過ごす、と答え、他の年代に比べて最も一人でクリスマスを過ごす予定の割合が高いことが分かった。へぇ、意外だ。大体キリスト生誕祭なんだからさ、誰かと過ごさなきゃ寂しい。っていうことでもないと思うわけよ。クリぼっちイコール寂しいというのはおかしいと思うよ。そこはイベント化してるからな。祭りに参加できないのはちょっと寂しいだろ。わかる。バレンタインとかホワイトデーとかに似た何かを感じるけど、とりあえずイベントは参加したいもんね。無理に参加しなくてもいいと思うけど、雰囲気を味わいたいというのはわかるわ。そんなあなたにはこれ。LED、卓上型クリスマスツリー。約14センチの小ささであなたのクリスマスライフを彩る一品。どうよ。なんか地味じゃない？もっと大きいのがいいぞ。バカね。大きすぎても飾るところがなかったり、収納とかも大変でしょう。これだったらさりげなくクリスマス気分が味わえるのよ。もっと飾り付けのあるやつが好みなんだけどな。わかりました。そんなあなたにはこれ。電気スタンドミナ卓上クリー。照明器具明かりとしての機能だけでなく、アクセサリーとしての装飾も兼ね備えたアイテムで、高級感のあふれるナイトライトです。という、大人のクリスマスツリーね。これ、超オシャレ。でしょ。普通のクリスマスツリーはないのか。大きめのものならいくらでもあるけど、小さいのでも30センチクラスのものしかないわよ。それでいいじゃねえか。まあ、普通すぎて力が入らないけど、これなんかは30センチで飾り物とかもできるんじゃないかな。これはいいんじゃないか。これもシンプルでいいな。クリスマスツリーとくれば、当然あれは必須だわ。あれって。
お一人様用クリスマスケーキ。お、いろんなお店が一人用のクリスマスケーキを出してるんだけど、まずは富士屋さんのケーキ。これ、シンプルでいいな。超うまそうだな。サイズは直径9センチでいい感じで食べれるんじゃないかな。食べれる食べれる。18センチでも食べれるぞ。それはちょっと胸焼けしそうだわ。他におすすめはミニブッシュドノエル。チョコ系が大好きな私にはたまらない一品ね。これもいいな。なんか余計な情報が入ってたけどいい感じだよな。この時期のコンビニのクリスマスケーキも、たくさんの種類を出してきてるわ。特に今年の目玉はこれ。ローソン、鬼滅の刃、炭治郎とねずこのクリスマスケーキ。これは売れるだろうな。すごいブレイクしたからね。ただ、サイズが4号だから、お一人様用じゃないのが難点。うまけりゃ何号でもいいぞ。こういったバラエティ詰め合わせみたいなものもあるし、一人品評会みたいな感じも楽しいかもしれないね。うわぁ、これはいいんじゃない。これだったら全部食べれそう。全種類ホールで食べたいぜ。思うだけにしときなさいね。気持ちはわかるわ。ローソンのスイーツはもうヤバすぎるもんね。俺のおすすめは大きなエクレアだ。もう、食べた瞬間パラダイスにダイブするって感じだぜ。言いたいことはなんとなく伝わるよ。伝わるの。贅沢を味わいたいならこれ。ローソンのスペシャルストロベリークリスマス。サイズ6号で甘おう、カルピスバター、乳脂肪 47% 生クリームを使った贅沢な一品。普通のクリスマスケーキじゃないのか。特別すごいようには見えないけど、いちものブランド、甘おうやカルピスバターに関してはなんとなくわかると思うから省くけど、この生クリーム 47% っていうのがどれくらいヤバいか。クリームは動物性脂肪と植物性脂肪とあるんだけど、これはアイスクリームとかがわかりやすいね。私の好きな、ブラックモンブランは植物性なので表記はラクトアイス。あのハーゲンダッツは動物性脂肪で 14%、表記はアイスクリームとなるわ。ブラックモンブランも美味しいけど、ハーゲンダッツのような濃厚さはない。つまり乳脂肪率が高ければそれだけお値段も濃厚さも格段に上がる。ハーゲンダッツ、うまいもんな。それと同じように、クリームも植物性と動物性があって、生クリームとホイップクリームと名称も違う。何がどう違うのかわかんないんだけど。うまけりゃ何でもいいぞ。簡単に言えば生クリームと容器があればそれはもうパラダイスの入り口。乳脂肪 47%。お、期待しかないわ。おお、霊夢ちゃんがいつになく饒舌に語ってるわ。期待値が高いのは伝わるぜ。で、いくらするんだ。1万円。おお、24回の分割払いとかできないかな。2年間払い続ける気。ちょっと手が出ないよね。これは毎年出してるみたいなので、一度は挑戦したいわね。ここは霊夢頼みだな。霊夢ちゃんがこのケーキ買ったらお家にお呼ばれされたいわ。呼ばないわよ。え、全部食べるに決まってんじゃない。なんで高いお金出してあんたたちに食べさせなきゃいけないのよ。お前はなんてひどいやつだ。悪魔め、自分のお金で買って食べればいいじゃん。むむむむ。今はコロナ禍で、たくさんの人と行くカラオケとかも怖いけど、一人カラオケならそのリスクもかなり軽減。まあ、確かにな。いろんなぼっちがあるけど、私的に最高難易度なぼっちは一つだけなんだよね。ぼっち遊園地かな。家族やカップルに混じってのアトラクションはハードル高いように思うけど。ぼっち野外フェスじゃねえか。周りは結構仲間同士ばっかりだろ。それかぼっちバンジー。はい。高いところから飛ぶ頑張りを誰にも褒められないし、その勇姿を画像に収めてもらえないのも。そこは係員にお願いするしかないかな。ぼっちバンジーはいないんじゃない。いるかもしれんぜ。で、お前の言う最高難度って何ぼっちだよ。霊夢的には花見ぼっちだと思うわけよ。小さな公園あたりならできるんじゃない。桜の名所じゃないと満喫できないでしょうが、そんな自分を痛めつけに行かなくてもいいんじゃないのか。聞いてるだけで切なさが。大宴会をやってる中、一人用のレジャーシートで持ち運びできる冷蔵庫を持って満開の桜を見ながら飲む。これができるのが理想ね。理想。なんかぼっちのような言い方だな。私はプロぼっちのこの方を心の師と決めて、日夜ぼっちのあり方を考えてんのよ。この先生はもうどこでも一人で楽しめるスペシャリスト。憧れるわー。まさか本当にぼっち好きだったとは。今日は自分のための特集だったんだ。一人シャンパン、一人建築、一人ケーキ、そして BGM はタッツ山下のクリスマスイブ、ワムのラストクリスマス、と定番じゃねえか。いいのよ。私はクリスマスに浸りたいんだから、全部予約は済んだし、あとはクラッカーくらいかな。来年は一人用こたつで過ごしたいわね。ぼっちライフがしっかり身についてるね。なんかすげえな。それが終われば、お一人様用早見もこみち監修お席で正月を満喫するのよ。ぼっち最高、最高、最高、最高。そうですか。Thank you.